はいこんばんはタムランチでございますああ暑かった取り終わってアップし終わりましたけどえー、っとここのとこまたすっかりタニムランチになっておりますが <laughs> ええー、昨日のええー、花束最後の汽笛聞いてくださった方は泣けるでしょう そんなコメントもいただきまして、私もやっててな、うん、来そうになりましたし、やる前に聞いて泣きました。はい。それでね、あの、その前、まあ、ずっと谷村さんここのとこやってるんですけど、あの、コメントで、なんでこの曲知ってるんですかみたいなコメントもね、いただいたりとかして。えー、そんなこ、うん、そういえば、なんて思っていたら、えー、そう、ちょっとね、思ったことがありまして、今日はあの、 娯楽についてのくっちゃべりですけどもあのー、今はほらもういろんな娯楽があるじゃないですか、ねまあ、インターネットがね一番あのー、こう何つうねネット社会になったっていうのが一番でかいと思うんですけどそれで、えーまあ、それは非常にありがたいことなんですけどもあのー、すごい手軽に、まあ、いろんなものが見れたり調べられたりできるじゃないですか えー、まああのー、うちらこの音楽バカにとっては非常にありがたくねちょっとあの YouTube で <laughs> やると、まあ、当時もね見れなかったようなテイクとか見れたりもしますし、まあ、私の場合なんかねアリスとか谷村さんの若かりし頃の動画なんか出てくるとうわうハうわしちゃいますけどねで YouTube がだからメジャーになってきた頃なんか本当一時アリスのね 昔のベスト10とかよる人とかの見たことないやつねもう,もう見あさってましたけどそれであのー、確かにね、えーまあ、いろんなアーティストが好きですけども、えー、やっぱりアリスと谷村さんの曲は本当に覚えてるんですよ下手すりゃ本当に歌詞見なくてもね歌えるぐらいに覚えていて、えー、そんなこと言いつつ今日の「 あのテイク、まあ、天狼やったんですけどね今日はね、はい、メジャーなところで「えー、その目を」っていうのをねあの歌詞カードが「瞳」って書いたから「思いっきり瞳」って歌っちゃいましたけど、はいまあ、そんなこともありますが、まあ、歌えるんですよでよく覚えてるんですなんで,でかなと思ったらやっぱり、あのーまあ、私も小学校の頃からね、えー、それなんですけど聴いてるんですけどもやっぱあの頃は 私の頃、私の小、なんだ、あの子供の頃だと今から比べれば、娯楽なんか少なかったんですよ。で、うちはね、あのもうファミコンとかもね、小学校、あれ、2年か3年ぐらいかな、私が。の時にファミコン出始めて。でも、ファミコンも買ってくんないし、ラジコンも買ってくんないし、えー、ダメダメだったんですよ。本当にプラモデルぐらいしかね、買ってくんなくて。 えー、そんな中ですねあのうちの兄がね結構離れてるんです年が7つばか離れてて、えーまあ、2つ兄貴だって金なかったですけどおまあ私よりはお小遣いもらってはるわけですよでそのお小遣い貯めてはアリスのアルバムとか谷村さんのアルバムを買って 来てくれててまあ自分が聞きたいから買うんだけど兄貴がね、まあ、買ってくるんで、えー、私も一緒に合わせて聞,か聞いてたんですけどやっぱりねその重みが違うんですよ当時はだってそって買ってくるしか聞けないでしょ、まあ、ラジオとかもありますけど自分の好きな曲流れるわけじゃないしね、えー、だからもうなんだろうな本当に今でいうとこのギターを買うとか そんんくらいのテンンションなんですようちの兄貴がちょっとアリスのアルバム買ってくるとか谷村さんのアルバム買ってくるなんつった時なんかもう自分もね私ももうドキドキなんですよ帰ってくるの早く買ってこねえかなと思ってでえー、まあそのねレコードですよ当時ねレコードバリ落として、えー、聞くわけですけどもえー、なんだろうなもう 今あんなな風に音楽聴かないですよね。何にもしないでもその音楽を聴くっていうことだけに集中していたというかええほいあのうちの兄貴も遅ればせながらアリスを買い始めたんですよねもう兄貴がアリス好き好きって言ってた頃はアリス解散していったんじゃないかなだからうちの兄貴が,が小学生の頃とかにテレビで見てて好きだったんでしょうね で中学になり高校になりでまああっちったお小遣いが増えてアルバムも買えるなんていうタイミングで買い始めたっていう感じなんだよねだからその時の谷村さんはもうアリスも解散していて時期的には何でしょうねちょっとこううん世の中的には、まあ、ヒット曲出してましたけどアリスの時ほど露出もないしみたいなそんな時期だったんですよね それでやっぱアリスのイメージが強いんでチャンピオンとかねあの辺からやっぱりベタに入っていったんであの谷村さんのそのパワーボーカルがやっぱりあの兄貴も私もすごい好きだったんですよ。それでアルバム買ってくる順番もどまあどういうふうに買ってきたかね新しいのから古いのからこうごじゃんぜで買ってきたんですけどやっぱりこうあの兄貴にしてみればなけなしの金をはたいて買ってきたアルバムですしやっぱりこうすごく期待するわけですよね。 それでうーん、まあ、その時の私たちの好みとしては、そのパワーボーカルの谷村さんが好みだったので、えーまあ、だからそれこそあれですよ、あのー、スバルとかね、えー、群ンとかの辺の、あの辺の頃のアルバム買ってくるともう概ね満足なんですよ。うわー、いいやっぱりいい声してるなーとかね、声伸びてるねーとかいう感じになるんですけど、そこからだんだんこう、 アルバムがリアルタイムに追いついてきて、うちの兄貴が、えー、最新のアルバムが出るっつって買うとかね、そんなタイミングにもなってきたんですけど、そうなってくるとですね、当時ですよ、当時。当時としては、今度の次のアルバムこそはきっと谷村さんは、あの、何、昔っぽく、でーってやってくれるはずだ、みたいな淡い期待をね、えー、しつつ、そのアルバムを聴くと、あのー、 まあ結果的にはもうちょっと落ち着いてるんですよ。んで、うーんみたいなね。だからそういう感覚で音楽聴くことも今ないですからね。別にうん。だから本当にね、なんだろうな、その買ってきたアルバムを聞くということの楽しみ度合いが今と全く違うですかね。 まあそんなテンションで聴いてたからそれを覚えてますよ。その当時、うーんと思った曲ですらね。今聴けば、あの、落ち着いた谷村さんも大好きなんですよ。当時ね、当時ね。えー、それでね、あのー、一個うちの兄貴が見ててすごい親げねえなと思ったことがあって、えー、アリスがだいぶ集まってきて、えー、最後の、 あ最後っていうか、その第1期のね、解散前の最後の、謀反っていうアルバムを買うかどうかっていうようなタイミングの時に、えー、ベスト版があると、アリスの。で、そこに結構、もう最初の後期の曲が入ってるってわけで、もうこれ買えばいいかみたいなね、まあ、兄貴も金なかったんでしょうから、2枚組かなんかだったのかな。で、それ買うわ、つって言って、えー、2枚組だから高いんですよ、そこそこね。 ああうん、でこっちも楽しみになりますわまた、はああかアリスの最後の頃のやつ聴けるんだと思ってほんで帰ってきてエコードプレイヤー、ね、落としてエスピオナジかんかかな一向に歌が始まらないんですよボーカルがあれ <laughs> ってねあれなんか編曲もいつものアリスと違うよってうもうお分かりだと思いますが実はアリスねインストを出してたんですよ インスルメンタルのアルバムも出してるんですよなんだか知らないけど全部インスルメンタルもうなんかね、えー、もう1曲目の途中で気がついたんですけどねもう声かけられなかったですねあれ <laughs> みたいなねエ <laughs>、えー、スピオナージなんかねなんかすごい良かったですよ途中でなんかねダダ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 ,ダみたいな機関銃の音とかね車がダダーンメラメラボーンみたいなそんな音とか入ってきてねまあ、今考えると結構貴重なアルバムじゃないかなと思うんですけど ままだ実家にあると思いますけどうちの兄貴は持ってると思いますけどそのおかげでねあのアリスの「ムーホーン」という本物のアルバムを買うはめになり兄,兄貴が、はい、でそうアリスのアルバム買ってないやつをさらに買い進めるっていうことになったので結果オーライだったんですけどねまあそんなことなんもありえーまあ、とにかくそのやっぱり 重みが違いました、ねえー、その歌を聴くということのね、えー、まあそんだけの,あのこう楽しみとかワクワクとかで聴いてた曲なんで、えー、さすがに覚えてますし思い入れもねやっぱり強いんですねうんあのギター始めてからのってことを考えればやっぱ剛さんとかね民生さんとか、えー、も,もちろんあのすごく、えー、好き好き加減は もう負けないぐらい好きですけども、なんかね、なんか違うんですよ。アリスと谷村さんはね。ということで、えー、ここのとこね、あのアルバムで言うと、海を渡る蝶っていうアルバム。えー、群青、今日やった天狼、えー、それから、昨日やった花束とか、その前にやった愛とかね、海を渡る蝶ってすんごいアルバムなんですけど、海を渡る蝶もなんか、 もうちょっと頑張れば全部いけそうだけど、でもね、ちょっとハードル高い曲あるんで絶対無理ですけどね。ギターでは、一本では。はい。えーまあ、そんな感じのテンションで、谷村さん、アリスはやっております。もうちょっと続くかもしれないですね。えー、わかんない、えー。こればっかりはですけども。はい。ということで、今日は谷村さんの、えっ、ー、と、あれはスーパー日課の えー、ウイスキーのコマーシャルソングだった,みたいですねスバルの後に「天狼」と2曲ね 2, 2曲続けてその「天狼」という曲を、えー、服部克久さんの壮大な編曲の曲になったんですけども、えー、まあギターでやってみましたのでぜひ聴いてみてください、はい、ということで今日は娯楽についてのお話になりましたそれでは今日はこの辺でおやすみなさい